はい、皆さんお元気ですか。ブラジルサンパウロ在住ギタリスト羽田昌司でございます。本日はですね、ブラジルのお肉屋さんスイフトに来ております。スイフトで、今日はですね、ブラジルの食文化、まあ、食文化といってもですね、まあ、お肉ですね、お肉についてビデオを撮ってみようかなと思いました。まあ、音楽チャンネルやのに全然関係ないやんけと思うかもしれないですけど、まあ、ブラジル音楽知るにはやはりブラジルの食文化を見てみないとわからないことがたくさんあるんではないかということで、今日はビデオを撮っております。ではじゃあ早速中に入ってみましょう。お肉屋さんなんですけど、魚も売ってますね。スープです。ここはですね、基本的に全部冷凍なんですね。そうそう、こういう感じですね。店内はこんな感じです。このお店はわりかしいろんなところにも店舗があってですね、まあ、冷凍肉なんですけど、すごく品質が良くて美味しい肉がたくさん、熟成肉が、はい、本日はですね、この肉を買おうかな。ビッフェにチョリソ、日本ここで言うところのサーロインステーキですかね。あとソーセージもこうかな。うん、あのボイ、はい。さあ、これがさっき買っていた肉ですね。ビッフェでチョリゾで、これがソーセージですね。ソーセージ、やっぱりブラジルで肉食べるときにこれは欠かせないものがあります。ファロッファ、トラディショナル。これはね、マンジョッカっていう芋ですね。乾燥させてから砕いて、で、いろいろ他に何か加えてんのかな。ベーコンとかニンニク、塩とか入れて味付けしてる。まあ、なんていうんですかね、これ日本はあんまこういう食べ物ないと思うんですけど、まあ、これと一緒に肉を食べます。では早速焼いていこうかなと思うんですけど、その前にですね、お肉食べる時にもう一つ付属で、それビナグレッジと言いまして、トマトとか、この玉ねぎですね、玉ねぎとかを細かく刻んで、お酢とオリーブオイルと塩で味付けしたサラダですね、言ったらね。あとはなんかパプリカとか入れたりとかするんですけど、まずそれをちょっと作ってみたいと思います。切ります。まあ大体そうですね、もう適当に、まあ、要は細かくしないとダメなんですよ、このビナグレッジっていうのですね。で、こんな感じで切って、ちょっと種取るといいっすね。これは種入れすぎたらちょっと水っぽくなるんで、入れてるとこもありますよね。玉ねぎのみじん切りにして、ちょっと最初の方で説明し忘れたんですけど、ブラジルにはカイピリーニャっていうカクテルがあるんですよ。カイピリーニャはですね、
まあ、今ちょっといきなり説明しますけど、ここにはカシャーサと呼ばれるものを使ったカクテルがあります。このメーカーはですね、ベーリョ・マヘイロっていうところのやつなんですけど、これとまあレモンですね、レモン、まあ、これライムですね、ブラジルではリモンって言うんですけど、あとこういうパイナップルとか入れたりして作るカクテルになります。はい、ついでにちょっとビールの説明をしてみましょう。これプライアっていうビールで、ブラジルのビール最近美味しいの結構出てきて、こういう地ビールみたいなのも増えてますね。これはリオデジャネイロのビールですね。でもう一つはコロラドですね、ヒベイロンプレートっていうところで作っているビールで、これはサンパウロの内陸の方ですかねっていう感じです。はい、こんな感じですね。これはブラジルでお肉食べる時の付け合わせには必ずと言っていいほど出てくるビナグレッジというものです。まあ最初切ってるところではこのキュウリは入ってなかったんですけど、ちょっとオプションでキュウリ入れてみました。彩りが綺麗になりますね。では本日のメインディッシュ、肉を焼いていきたいと思います。ちょっととりあえずこれを開けましてですね、どうですか、ここのビッフィチョリゾー、すごいでしょ、これすごいでしょ、すごい。ここの肉は冷凍肉ですけど、まあ冷凍肉というとちょっとね、と思うかもしれないですけど、すごい、ね、このスイフトは冷凍の技術が良くてですね、大変質のいい肉を提供しています。ちょっと今日は厚めに切ってみたいと思います。はい、こんな感じですね。で今日は塩コショウのみでいただきたいと思います。塩で、塩はちょっとね、粗めのやつを使うと美味しいと思いますね。これ結構しっかりめにかけようかな。もう濃い味好きなんでね、お間違いなく早死にでしょ、僕は。ソーセージですね。次ソーセージを開けてみます、はい、このソーセージもですね、ちょっと変わってて、中にチーズとか、乾燥トマトですね、ドライトマトとかが入ったりしてます。はい、こんな感じで焼いていこうかなと思います。いい感じで焼けてますね。次にちょっとこのパロッファを出してみたいと思います。見た感じ、これなんかパン粉みたいな感じなんですけど、こんな感じですね。じゃあ次にですね、カイピリーニャを作りたいと思います。カイピリーニャっていうカクテルはブラジル代表するお酒なんですけど、まあ、レモンとか、まあ、これライムなんですけど、まあ、こういうパイナップルですね、あとイチゴ入れたりキウイ入れたりいろいろありますね。でこれはカシャーサって言ってブラジルの蒸留酒なんですけど、これはサトウキビでできてますね。まあ、これの他にはあと
ウォッカとか、と日本酒とかでも作ったりします、アイビリーを。今日はでも、ブラジルのね、地酒を使いたいと思います。まあ、これ40度ぐらいあるんですけど、まあ、これはもうブラジルでね、知らん人はおらんぐらい有名なお酒です。じゃあ、ひとまずレモンをいっていこうかな。このレモンですね、いろいろやり方があって、皮をこういうふうに取るやり方と、まあ、皮そのままつけてカクテル作る人もいますね。僕はちょっとこういう感じで皮残しつつ作るのが美味しいかなと思います。皮ちょっと全部入れすぎると苦みが出すぎるんですよ、この皮ね。はい、こういう感じで取ってきますね。この切り方もいろいろパターンあるんですけど、僕はもうこういうざっくりと切っていきます。まあ、人によっちゃこれはテキーラで作る人もいますけどね、噂によると美味しいらしいです。本当だろうか、嘘なのか。はい、でほんまはこれに砂糖入れるんですけど、僕はあんまり砂糖を摂取しないので、そこで甘さが欲しいときにやはりこのパイナップルを入れるっていうのがいいんですね。ブラジルのパイナップルめちゃくちゃ甘いんですよ、歯折れるぐらいの甘さで。よし、じゃあ、まあ、とりあえずこれがいきまして、ブラジルはフルーツがめっちゃ安いんですよね。このパイナップル一つで7レアルだから、なんぼや、150円ぐらいですか今。激安っすよね。まあ、実際僕日本でパイナップル買ったことないんでわかんないですけど、これも、まあ、適当に切りまして、この状態にして、この棍棒でですね、こいつをしごいて潰すんですね、ぐちょぐちょに。これがポイントなんですよ、しごいてしごいてぐちょぐちょにします。本当はシェーカーがあったらね、大変素晴らしいですけど、なくてもできるというね。でそこでこれを入れます。まあ、濃さはお好みっすね。僕はかなり濃いのが好きなんで、いつも濃いめに作りますが、きれいに入れます。食べながらもう楽しめるという、もう潰さずちょっとゴロッとしたやつ上に入れるのもいいんじゃないでしょうか。こんな感じです。では今日ブラジルはあの土曜日なんで昼間から酒飲みますけど、昼間にお酒が一番うまいですよね。うん、おいしい。焼き上がりましたソーセージ、早速切ってみたいと思います。ちょっと激アツなんで、ね、どうぞ。はい、これチーズですね。はい、こんな感じですね。残りは肉の焼き上がりを待ってみたいと思います。はい、肉が焼き上がったんでちょっと切ってみたいと思います。ちょっと下手したら
焼きすぎてるかもしれないですね。ああ、ちょっと焼きすぎましたね、俺は。ただまあ僕結構生肉に弱いんで、これぐらいが好きかもしれないですね。うん、うん、うまい。うん、まあ、肉の部位的に油が多いところなんですけど、でもそんなしつこくない油っていう感じで、これかなり量食べれそうですね。これお酒も進みます。若干飲みすぎて、まだ夕方にもなってないですけど、結構目が決まってきてますね。こんな感じで本日はブラジルの食文化を紹介してみました。音楽チャンネルと言いつつ、あんまりとか全く音楽の話してないですけど、こういう食文化の中からもやっぱりブラジル音楽を知る上で重要なことがいろいろ隠されてるような感じがするんですよね。はい、まあそんな感じで本日はブラジルの食文化を紹介させてもらいました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あといいねボタンも押してもらえると非常に嬉しいのでよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。